中学2年3年時に当時の担任に学校内でキスされたり胸など体を直接触られたことがあります。今私は21歳ですが、今からお金を取ることは可能ですか？今でも年に3回ほど誘いのラインが来ます。当時の職は LINE のトークなどがあります。今は相手は教師を告げて、その当時も現在も最初も出場。今 LINE があるのであれば、あの昔のその触ったっていうのを認めるような文言とかっていうのをあえて質問して聞き出すみたいな形をやって、きちんと証拠にして持っていくと、あの免職させることもできるし、お金を取るもできるので、弁護士さんに相談してください。今そのあのこういう形のものであれば裁判になった時も立証して金が取れるよねっていう、あの要は質問の仕方と、そのあの答えっていうのがあったりするので、そこら辺素人がやるよりも、もうあのプロの人に聞いた方がいいと思うので、なのであの弁護士さんに相談してきちんじゃった方がいいです。でコメント欄にあのこれこれに相談とかあるんですけど、あの下手にそのなんか YouTuber とかに相談しちゃって、そのあの現地が取れない形で相手が否定しちゃうと、要はあの逃げれちゃう可能性があるんですよね。今その過去にやったことっていうのが、具体的に体を触ったっていうのも、体触ったでしょ、はい、でもそれって体育の時にじゃあその中の鉄棒で抑えましたっていう話になっちゃったら、まあ、それぐらい触るよねってなるので、そのキスをしたとか胸を触ったっていうので、きちんとそれが明示された文章で証拠を取ってない限り逃げられる可能性があるんですよ。なのでそのなんか相手に対してそのなんかあのダメージを与えたいとかで、そのなんかあの YouTuber に相談するとかであればダメージを与えられるかもしれないですけど、逃げられる可能性があるので、なのであのちゃんと弁護士さんに相談して金を取るっていう方向にした方がいいんじゃないかなと思います。